is Radio Thailand World Service. Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。ソンクラー県ではロブスタコーヒーの生産が復活しています。副首相がサムットソンクラーム県のモンキーチークプロジェクトを視察しました。非正規債務処理プログラムの登録件数が大幅に増加しました。ムエタイ習得のために特別ビザを発給する計画です。それではまず、はじめのニュースです。ソンクラー県ではロブスタコーヒーの生産が復活しています。ロブスタコーヒーの生産はかつてタイ全土で人気がありました。しかし経済的にゴムの成長が先行したため、ロブスタコーヒーの生産量は減少しました。ソンクラー県では農業事務所とともに地元産コーヒーの重要性を認識し、ロブスタコーヒーの栽培を復活させるために様々な措置を講じました。この目的は、この地域のユニークなアイデンティティを守り、地域経済を活性化させることです。2016年、ソンクラー県の当時県知事だったソンポン氏が、バンノット地区でコーヒーの栽培を支援し始めたことで大きな変化が起き、この地域のロブスタコーヒー生産は新たな一歩を踏み出すことになりました。2019年にはサバヨイ地区にコーヒー加工を中心としたコミュニティ企業が設立され、地域全体を巻き込んだネットワークが形成されました。この取り組みは主に地元農家や地域住民のコーヒーの生産と販売を支援しています。この復活のもう一人の立役者はサバヨイ地区でコーヒーショップを経営するシモおばあちゃんです。彼女はコーヒー生産に対する伝統的なアプローチを体現し、コーヒー豆の植え付けから最後の一杯を提供するまでの全てを監督しています。シモおばあちゃんはその後、自宅の農園で養蜂も始めるなど、農業事業を拡大しました。ソンクラー県におけるロブスターコーヒー栽培の復活は、この地域の文化的遺産の再活性化を意味し、住民に永続的な経済的利益をもたらすとともに、この地域オリジナルのコーヒーを守っています。次のニュースです。副首相がサムットソンクラーム県のモンキーチークプロジェクトを視察しました。パチャラワット副首相兼天然資源環境大臣は、サムットソンクラーム県における主要な環境政策、トゥンヒン・モンキーチークプロジェクトを視察しました。2623台、およそ420ヘクタールもの広大な土地をカバーするこのプロジェクトは、乾季には水の保全を流し、雨季には洪水対策の解決策を提供できるように設計されています。雨季に水をため、乾季にそれを利用することが、猿が頬に餌を貯めている様子と似ていることから、モンキーチークプロジェクトと名付けられました。プロジェクトの中心は3つの段階からなっています。大規模な浚索と新しい排水インフラの建設による、トンヒン・モンキーチークの能力向上が第1段階となっています。第2段階は道路の整備による交通の便の改善です。最終段階はこの場所をウォータースポーツのためのエリアと沿岸生態系教育のためのセンターに変えることを計画しています。
35億バーツを超える予算を投資するこのプロジェクトは、持続可能な環境保全の方法と観光の強化を融合させ、中央政府と地方行政機関の協力を強調するプロジェクトとなっています。次のニュースです。非正規債務処理プログラムの登録件数が大幅に増加しました。全国の債務調停に関するデータによりますと、約1万人の債務者が調停手続きに入りました。内務省は13万人近くが政府が支援する非正規債務撲滅プログラムに登録したと発表しました。非正規債務撲滅プロジェクトは、非正規債務、いわゆる闇金から借金し、法外な利息により支払いが困難な人を支援する政策です。内務省によりますと、13万人のうち約11万1000人がオンラインで、1万9000人が対面式で登録しました。注目すべきは、登録者のうち9万4000人が非正規の貸金業者自身となっています。昨年12月1日のプログラム開始以来、負債総額は83億5000万バーツに上っています。登録者数が最も多い県はバンコク都で1万700人、負債額は7億5142万バーツでした。逆に登録者数が最も少ないのはメンホン村県の202人で、負債総額は1138万バーツでした。非公式な債務調停に関する全国のデータによりますと、約1万人の債務者が調停手続きに入り、このうち4200件が調停に成功しています。調停前の負債総額は8億4327万バーツでしたが、調停後にはその数字は4億8895万バーツまで減少しました。ナコンサワン県は依然として調停手続きに入る債務者の数が最も多い県のうちの一つで、3000人近くが登録しており、約100件の調停が成立しています。内務省は各県知事、関連行政機関に対し、不法な貸付業務に関与している可能性のある個人やグループを注意深く監視するよう指示しています。また、すべての関連機関の調整役として、円滑かつ全面的な支援を提供するよう求めています。次のニュースです。ムエタイ習得のために特別ビザを発給する計画です。タイ政府観光庁は、より多くの観光客を呼び込むために、特別にムエタイビザを導入する計画を発表しました。首相顧問のピモン氏によりますと、政府はムエタイボクシングを習得するために、タイに来る外国人を対象に特別ビザを発給することを計画しています。観光ビザでは、外国人は60日までタイに滞在可能ですが、ムエタイビザでは、90日までの滞在が許可される予定です。タイ政府観光庁のマーケティング・コミュニケーション担当のニテ副総裁は、伝統的な格闘技、ムエタイに対する国際的な関心を活用する戦略だとして、ムエタイ教室に通う外国人にもっと長く滞在を許可する計画だと述べました。ニテ副総裁によりますと、ムエタイビザは武道愛好家にアピールし、さらなるトレーニングのために、タイに長期滞在する機会を提供することを目的としています。また、国家ソフトパワー戦略委員会の委員長を務める、与党タイ貢献党のペートン・タン党首は、国際的な知名度と人気をさらに高めることで、ムエタイを将来的にオリンピックの競技種目にしたいとの抱負を述べています。そのために、テコンドーのベルト・ランキングシステムのような、階級制度を導入したり、プロのムエタイトレーナーを多く育成したり、あらゆるレベルでムエタイの試合を増やしたりすることが必要だと訴えています。タイはまた中国人観光客向けのビザなし入国制度など、外国人観光客の消費と長期滞在を促進させるため、さらなるビザ優遇策を開発しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。ソンクラー県ではロブスタコーヒーの生産が復活しています。副首相がサムットソンクラム県のモンキーチークプロジェクトを視察しました。非正規債務処理プログラムの登録件数が大幅に増加しました。
名体習得のために特別ビザを発給する計画です。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.